かうのは浅草だよ。浅草？旧お台場じゃ。あれは孫雲を早く引っ張り出すための嘘。池袋 CPC から私のカルテが抜けてたって話をした時、コンスーが何て言ったか覚えてる？なんだっけ。カルテが風で飛んでったって。どうして彼女は紙のカルテだって知ってたの？あ、さっき見た PC の中に来島道也のデータが眠ってた。来島道也の？そう、コンスーは道也を知っててあらかじめ調べてた。でもそのことは私たちに意図的に伝えてない。ねえソウン、コンスーって人本当に信頼できる？もしコンスーが来島道也のことを知っていて隠しているなら、それはその方が僕たちに利益があると考えてのことだと思う。そっか。コンスーの集めたデータはこんな感じ。これでもまだ多いとは言えないけど。珍しいな。そう？ああ、分かってる。浅草に行ってみよう。うん、私も賛成。あ、でも副都知事も気になるんだよね。そっちが先の方がいいかな。いや、今のままでいい。あっちはエチカ向けだ。
さあさあ寄ってらっしゃい。今日はだいぶ安いよ。20人売って15万円。今なら玉も少しサービスするよ。よく当たるね。動きが鈍すぎると練習にならないんだけどさ。おかしいなぁ。見ていられないな。
スーサイドワナビズの仕業か。そのように考えております。工業イリアというのは、かつて池袋 CPC で被検体となっていた少女かと。工業イリアはどのような成績を？それが記録が残っておりません。おそらくセンター長の来島道代が故意に隠蔽したものかと。なぜスーサイドワナビズが名指しした？定かではありません。調べろ。東京リバースプロジェクトの完成は間近だ。ミルグラムに邪魔をさせるわけにはいかん。は。戦争寺。